いやー、夏の T シャツコーデってなんか地味に見えがちなんだよな。楽だし涼しくていいんだけども、冬のように重ね着ができないからなんか物足りなかったり垢抜けなく見えたりだとか結構難しいんだよな。どうにかして T シャツのスタイルもおしゃれに見せたい。誰かこのあたり分かりやすくコツを教えてくれる人っていないのかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、夏の T シャツスタイルをおしゃれに見せるためのテクニック5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、先ほどもお伝えした通りですね、夏の T シャツコーデは快適でいいんですけども結構難しいんですね。まあ、僕自身もですね、珍しく T シャツ1枚で臨んでるわけなんですが、実はですね、この撮影の際にも僕は夏場であってもですね、基本的に T シャツ1枚であまりですね撮影しないようにしてるんですね。できれば襟付きのシャツを着たりだとか、まあ、場合によってはですねジャケットを着てることもあったりするぐらいなので、着こなし自体が切れ目になればなるほどおしゃれに見せやすくなるんですね。ですがこれカジュアルになるとですね、どうしてもおしゃれに見えづらいという特徴があるので、その代表例でもある T シャツですね、このスタイルってなかなかですねそれ単体だけでは素敵に見えづらいところがあるかなと思うんですね。ですので今回の動画の中では、そういったこう地味になりがちな夏の T シャツスタイルにこういったところを気をつければおしゃれに見えますよというところですね、5つまとめてみましたので、よかったら皆さんもですね気になるものがあれば1つでもいいので取り入れていただきたいなと思います。まあ、僕自身がですね今シンプルな着こなしの状態なので、ここにですねいろんな工夫をしながらですね見え方の違いをお伝えしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的にシンプルになりがちなですね夏の T シャツスタイルをどうにかおしゃれに見せるための工夫をですね皆さんに1点ずつご紹介していきたいなと思ってるんですが、先ほどもちょっとお伝えしましたが、 T シャツのスタイルというのは結構ですねシンプルでなおかつカジュアルなんですね。だからこそ退屈に見えがちなので、それに対して最も効果的なのはアクセントを盛るということなんですね。ただこのアクセントというものもですね様々な方向性があるんですけども、例えば僕が着ている T シャツですね、これ自体を持ってしまうっていうのもあるんですね。まあ、T シャツといえば無地の白だとかブラックだとか、あとは今僕着てますがグレーだとか、まあ、そういったものですね代表的かなと思います。その他にも赤だとかオレンジだとか、まあ、本当にこうビビッドな T シャツなんかもあるかなと思いますし、柄の入った T シャツだとかグラフィックが強い T シャツとかもあるかなと思うんですが、個人的には T シャツ単体でアクセントを盛り込むよりは T シャツ自体は地味でいいんだけども、それ以外の項目で持ってあげた方がバランスが取りやすいかなと思いますし、馴染みやすいかなと思うんですね。そういった意味で一つ目にご紹介したいのはアクセサリーを盛るというところなんですね。まあ、今回はですね僕あえて最初から何もですね腕周りだとか顔周りに何もつけてこなかったわけなんですが、ここに対してちょっとずつですねアクセントとなるようなアクセサリーだとか小物を足していきたいなと思います。それだけで見え方が全然異なるんですね。まずは全男性にも気軽に取り入れやすいものからいきたいなと思います。こういったアクセサリー系の中でも時計ですね、このあたりに関しては装飾性はありながらも実用性があるので、つけたところでチャラチャラしないんですね。なのでこの時計というジャンルは皆さんにも推奨できるかなと思います。僕がいつもつけてるのはこちらの時計なので、まずはこれから持ってみましょうかね。まあ、手元にですねこういった時計が来るだけでだいぶ見え方が変わってくるんですね。はい、どうでしょうか。これでちょっといつもの自分に一歩近づいたなという感じがしていまして、手元が漏れるんですね。このワンアクセントだけでもだいぶ見え方は変わってくるかなと思います。今僕がしている時計に関しては基本的にはナトベルトというですねちょっとブラック系のベルトがついている状態で、少しちょっと男っぽいような雰囲気の時計になってるんですが、まあ、こういったものなんかでもいいと思います。ミリタリーウォッチだとかダイバーズウォッチみたいなものでもいいかなと思いますし、あとはですねもう一個時計持っていまして、これがですね、まあ、いわゆるステンレス製の時計ですね。もうちょっとこうパリッとした印象といいますか、スポーティーな中にも小綺麗な印象になるような時計なんですが、まあ、こういったものでもいいかなと思います。僕が今してるのはナバルウォッチのですねエブリワンというシリーズなんですが、こういったものでですねアクセントを作ってもらうのもいいかなと思います。買いやすいところで言うとローワーケースとナバルウォッチですね、こちらを見ていただきたいんですが、このあたりがまさにですね着こなしのアクセント的に使うにはすごくバランスがいいかなと思うんですね。3万円から4万円で表情もすごくですね上品で、なおかつ様々なファッションにも
合いやすいので、アクセサリー感覚でも取り入れやすいかなと思います。まあ、こういったものでちょっとですね、手元を彩ってあげるのがまずはいいかなと思います。まあ、今回はせっかくなんで、こちらのバーグウォッチの方をつけながらやりたいなと思うんですが、右手の方ですね、こっち何もつけないのもありなんですが、何かしらあった方が個人的には安心感があるんですよね。まあ、特に夏場なので、ちょっとこう T シャツ1枚だと地味に見えがちなので、それに対してちょっとバングルをつけてみたいなと思います。まあ、腕元につけるアクセサリーとしては、バングルかもしくはブレスレットかという2択があるんですが、まあ、ブレスレットの方がちょっとこうつけた時にも動きが出ますし、ボリューム感も出せるので、割とこうおしゃれ度はより高くなるんですね。一方でちょっとこう大人世代が気軽にするにはやや過敏になるなと感じる方もいらっしゃるかもしれません。なのでバングルというのはですね、結構厚みも様々なんですが、こういったそんなに太くないものであれば動かないですね。腕にちゃんと固定されるので、割とですね、悪目立ちもしないかなということで、今回はこちらをつけてみました。今つけてるのは結構セレクトショップで取り扱いが多いですね、テュアレグですね。テュアレグのシルバーに関しては割とこう武骨な男っぽさもありながら、キザっぽくならないのでバランスいいなということで2つつけてみましたが、これだけでもですね、だいぶアクセントとして漏れるんじゃないのかなと思います。まあ、特に人っていうのは相手の顔を見てお話をするので、上半身前ですね、ここにちょっとアクセントを持ってあげるだけでだいぶ印象変わってくるかなと思うので、今回はこの2つを足してみました。それだけではなくてですね、個人的には結構盛りたくなるんですね。これぐらいで抑えておくのが印象的にはちょうどいいと思うんですが、ファッション好きな方であればもうちょっと盛りたいという方もいらっしゃるかなと思います。そこで指輪リングをですね、足したいなと思います。こちらもテュアレグのリングなんですが、こういった形で人差し指に僕はですね、リングをつけることが多いんですね。この辺りからですね、女性からの賛否両論が強くなってくる領域なので、皆さんもですね、要注意という感じなんですが、まあ、こういったものを足してみるのもいいかなと思います。そしてさらにはですね、顔周りで言うと、僕は夏場に限らず基本的にはですね、メガネをですね、かけるようにしてるんですね。これまた僕は目が悪いわけではないんですが、顔周りのアクセントとして使うことが多いんですね。つけるだけでもだいぶ印象が変わります。動画の中でもよくかけてるので、皆さんも慣れてるかなと思いますが、こんな形ですね。このベースのデザインとしてはですね、いわゆるボストン型と呼ばれるような丸い雰囲気のですね、形になっているんですね。まあ、ベースはブラックのセルフレームなんですが、サイドにですね、ちょっとこういった金属系のパーツが使われていて、シャンパンゴールドで、このあたりもちょっとしたアクセントになっていますし、あとはレンズのカラーですね。僕は透明のものではなくて、うっすらですね、ブルーの色味の入ったレンズを入れることが多くて、だいたい 20% ぐらいの濃度のですね、レンズを入れることで、少しだけカラーレンズの要素を加えてるんですね。このレンズの色が濃くなればなるほど、結構サングラスっぽくなって、室内でしてるとですね、ちょっといかつくなったりだとか、室内だからそんなに眩しくないですよねみたいなツッコミを受けやすかったりするので、僕はこの 20% ぐらいの濃度のものをですね、入れるようにしてるんですね。このような形で盛るとですね、何もない状態に比べるとだいぶですね、おしゃれ感は出てくるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。結構今盛り盛りの状態なんですが、やっぱおしゃれが好きな人ほどですね、アクセサリーだとか小物使いが上手なんですね。これはなぜかというと、服自体でアクセントを作るのではなくて、小物自体で調節をするというところがうまいからなんですね。なので皆さんもですね、普段あまりアクセサリーをしないよという方であっても、夏場だけであればですね、こういったものを足しながらバランスをとってみるのも悪くないんじゃないのかなと思います。腕時計だけでもいいですし、まあ、メガネを入れるというのもいいと思います。あとバングルもですね、つけたことがないという方でも、こういったちょっと細いものであれば、そこまで主張が強くないので、トライしてみる価値はあるんじゃないのかなと思います。あともう一つですね、これは結構中上級者向けになってくるかなと思うんですが、ネックレスですね。個人的にはネックレスは結構 NG アイテムだなとは思っているんですね。いわゆるこの首元にこう短めにするようなキラキラしたアクセサリーっていうのは、ちょっとこうセクシーな感じがして、サッカー選手だとかスポーツ選手だと結構似合ったりするんですが、まあ、大人の男性がするにはやや難しいかなと思っていまして、まあ、その点ですね、僕が最近買ったのが、これまたテュアレグというブランドのですね、ネックレスなんですが、ちょっと長めのですね、ネックレスになってまして、まあ、シルバーパーツがこのようについてるものなんですね。これだと意外と T シャツなんかに合わせた時にもキザっぽくならないので、個人的には好きなんですね。ちょっと立ってみましょうかね。こんな形でブラックだとかグレーとかの T シャツですね、濃い色につけるとですね、紐が T シャツと一体化するので、そこまでですね、コントラスト高くならないですし、そこに対してだいたい溝落ちぐらいにですね、このシルバーのパーツが来るようになってるんですが、ちょっとしたアクセントになるので、僕は個人的には結構好きなので、こういったものをかけたりしています。あとはですね、他にも色々と首元にかける系のアイテムって
ってありまして、これ去年買ったものなんですが、何でしょうね、マネークリップっぽいものがついていて、まあ実用的な部分で言うとそんなに使うことはないんですが、こういったネックレスなんかもあります。まあ、ブラックの T シャツとかグレーの T シャツで馴染ませながらっていう使い方は僕はしていますが、エド・ロバート・ジャドソンっていうブランドをですね、こういったネックレスなんかを僕は T シャツの時につけるようにしています。他にもですね、同じくこちらもですね、箱みたいなやつですけども、これもレザー製のものでちょっとしたアクセントになるし、人から突っ込まれてですね、なかなか面白いんですよね。何の用途があるのかよくわかんないけども、アクセント的につけるっていうのも楽しみ方の一つかなと思うので、こういった形でアクセントを取り入れてみるのもいいんじゃないのかなと思います。ということで1つ目、ちょっと長くなりましたが、無地の T シャツに対してこういったアクセサリーだとか小物で持ってあげるっていうのが、まずは手軽で取り入れやすい項目かなと思うので、よかったらトライしていただければなと思っています。はい、続いて2点目の項目になるんですが、先ほどと同じようにアクセントと捉えてもらうと分かりやすいかなと思います。2つ目はですね、上半身ではなくて足元を盛るということですね。いわゆる靴のジャンルでちゃんとアクセントをつけてもらうとですね、これまた夏らしくて、なおかつ着こなしの中で一つのポイントになってくるので、退屈さというところをうまくですね、回避することができるかなと思っています。まあ、僕の動画の中でよく定番的に皆さんにご紹介しているのが、ホワイト系のレザースニーカーですね。これ鉄板で様々な季節に使いやすいんですね。まあ、ブラックのパンツにも合うし、グレー系のパンツにも合いますし、デニムだとかデニムスラックスとかにも合いますし、オリーブ系のパンツなんかにも合うので、鉄板ではあるんですね。もちろん夏に履くのも NG ではないんですが、まあ、白 T とかブラックの T シャツに対して白レザースニーカーだと、やっぱり意外性がなくてちょっとプレーンに見えすぎてしまうんですね。 NG ではないけど、もう一工夫あった方がおしゃれには見えるかなと思うんですね。まあ、ちなみにおしゃれっていう言葉自体が結構難しいかなと思うんですが、やっぱりおしゃれっていうのは人との違いがあるからこそ、なんとなくあの人おしゃれだなっていうことにやっと気づくわけなので、ちょっとしたこう違いとか柔らかい違和感みたいなところはうまく作った方がいいかなと思うので、そういった点ではこの白レザースニーカーというのはベーシックで使いやすいんだけども、アクセントにはならないというですね、一つのデメリットがあるので、これはあえてですね、夏のシンプルなスタイルには使わないようにしていまして、個人的にはですね、サンダルですとかスニーカーに関してもちょっとですね、持ったものを使うようにしてるんですね。例えばですね、きれいめなスタイリングであればレザー系のサンダルですね。まあ、代表的なところで言うとグルカサンダルみたいなものがここ数年はですね、トレンドになっていまして、様々なブランドで取り扱いがあります。やっぱりこれもですね、賛否両論ある形なんですね。ファッションに興味がない人からすると、なんだその靴っていうイメージもあるぐらいなですね、ちょっとエッジの効いたデザインなんですが、だからこそ取り入れることでちょっとした違和感だとかアクセントになってくるので、こういったものもバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、僕はこうスラックスだとかイージーパンツみたいな時にはこういったですね、グルカサンダルを合わせるようにしていますね。あとはですね、 T シャツに短パンみたいなすごくカジュアルな着こなしをする際には、僕はですね、こういったサンダルの中でも少しエッジの効いたものですね。これ実際今日も履いてきてですね、今日雨だったのでちょっと濡れていますが、先日ご紹介したスイコクというブランドのですね、サンダルになるんですが、トゥモローランドが別注をかけたものですね。厚底でちゃんとこうボリューム感があって、モード感漂うようなシャープさもですね、あって個人的に非常に気に入ってるんですが、こういったこうシルバー色のパーツが使われてるので、ちょっとしたアクセントにもなるんですね。このような形でサンダルでちょっとこうボリューム感があったりだとか、デザイン的に特徴のあるグルカを選んでみるだけでもだいぶ雰囲気は変わるかなと思います。ただこうサンダル履きたくないなという場合は、例えばこういったスニーカーでもボリューム感があるようなホカだとか、あとはサロモンだとか、そのあたりのスニーカーですね、もちろんニューバランスとかでもいいと思うんですが、シンプルな白系のレザースニーカーに比べるとシルエット的にもポッテリとしてますし、デザインもちょっと持ってありますよね。そういったものの方が夏の着こなしのシンプルさをちゃんと補ってくれる効果もあるので、おすすめになってくるかなと思います。シンプルな白 T に黒パンに対して足元白レザースニーカー、超退屈ですが、それが例えばこういったホカだとちょっと今っぽい感じにもなりますし、ニューバランスだとおしゃれな雰囲気っていうところも漂ってくるので、足元を何選ぶのかっていうのは夏場に関してはものすごく重要になってくるかなと思うので、ちょっと旬な雰囲気が出せるようなこういった足元ですね、バリエーションを増やしながら楽しんでみるのがすごくおすすめなので、ぜひトライしていただきたいなと思っています。
はい、続いて3点目の項目なんですが、先ほどまでは無地 T シャツを着ていましたが、ちょっと着替えてみました。今僕が着てるのはですね、グラフィック T シャツですね。白ベースに対して割とこうシンプルめなグラフィックの入ったものを着てるわけなんですが、先ほどですね T シャツに関しては無地で他にアクセントを足すことでちょっとした違いを出すというところをお勧めしましたが、色の強いものだとか柄の強い T シャツはなかなか難しいかなと思うんですが、まあ、大人っぽく見えるようなシンプルなプリント T シャツであれば、ちょっとした気分を変えるときにはすごく使いやすいかなと思うので、まあ、皆さんにもですねぜひご紹介したいなと思っています。ちなみにですね、僕が今着てるものはこういったものですね。僕はプリント T シャツが大好きで、結構毎シーズンいろんなものを買ってるんですね。というのも最近は夏の暑い期間が長いので、無地 T シャツだけだと飽きてしまうからなんですね。なので僕もですね今季こういった T シャツを買ったんですが、あくまで白ベースのものが僕は好きなんですね。合わせが圧倒的にしやすいのと、シンプルなので割とですね大人世代には似合いやすいので、白ベースのものをぜひ皆さんにも選んでいただきたいなと思います。今回着てるのがホワイトマウンティナリングのですねグラフィック T シャツなんですね。まあ、ユニクロともコラボレーションすることがあるので、ホワイトマウンティナリング名前を聞いたことがある方もいらっしゃるかなと思うんですが、ベースとなる T シャツ自体はそこまでオーバーサイズに振ってないんですね。袖の長さもですね腕の関節よりはやや短めですし、身幅も少しゆとりがありますが、そんなにですね大きすぎないようなバランスですね。それに対してちょっとグラフィック横長のものが入っていて、これもですねちょっと渋みのあるような色合いで大人っぽく着れるような1枚になっているので、かなり気に入っています。まあ、こういったものであれば結構大人世代にも似合いやすいかなと思います。ただこの T シャツに対してボトムスはブラック単色だとか、なるべくシンプルなものを合わせた方がかなり合わせがしやすいかなと思うので、あまりアクセントをたくさんごちゃごちゃ入れずにですね、プリント T シャツを主役にしながら着てもらうのはすごくバランスがいいかなと思います。もしくはですねこちらのような細かいボーダー柄の T シャツですね、このあたりも程よいアクセントで退屈さというところをですねうまく和らげることができるので、1枚持っておくと便利かなと思います。僕のブランドでもですねこういったマイクロボーダーの T シャツやっていまして、重ね着にも使えるんですが、夏場に1枚で着てもらうのも結構使いやすかったりするんですね。まあ、この T シャツに対してやっぱりブラックパンツなんかも非常に相性が良かったりするので、ちょっと無地 T シャツだけだと退屈かなと思った時に、バリエーションとしてシンプルな白ベースのですねプリント T シャツを着るか、もしくはボーダーの T シャツを着るか、このあたりがおすすめなので、ぜひトライしていただきたいなと思います。ちなみにプリント T シャツでなかなか大人っぽく見えるものが見当たらないので、まあ、今回具体的に一つご紹介するとですね、ステュディオスのガレージミラーグラフィック T シャツというものがですね結構大人っぽくてすごくバランスがいいかなと思うので、こういったものなんかを一つの参考にしながらですね、プリント T シャツやボーダー T シャツもですねぜひ楽しんでいただきたいなと思っています。続いて4点目の項目なんですが、色のメリハリをつけるというものなんですね。まあ、例えばですね夏場になると白 T に対して黒パンという組み合わせの方が非常に多いかなと思うんですね。なぜならこれって鉄板で使いやすいからなんですね。まあ、白 T 自体がすごくシンプルで王道的なアイテムですし、清潔感も漂うものなので、まあ、多くの男性にも似合いやすいと。それに対してコントラストを高めてブラックのパンツでギュッと引き締めるというのがもう間違いなくハマりやすいコーディネートでもあるんですね。ただですね先ほどもお伝えした通り、こういったスタイルの方は結構多かったりするので、鮮度としてはそんなに高くないかなと思います。きっと皆さんも一度はやったことがあるかなと思うんですね。ですのであえて上下の色を逆転してメリハリをつけるというのが使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ、例えば僕も今ですね黒 T を着ていますね。白 T は割と着てる方は多いんですが、黒 T はややですね人口の割合としては少ないかなと思います。白 T に比べると下着感みたいなところが薄まって、割とシャープでストイックな見た目になるので黒 T も結構使いやすいんですね。それに対して時計だとかアクセサリーでちょっと手元を彩りながら、ボトムスですね、今履いてる状態は見えないのでちょっと別で見ていただきたいなと思うんですが、このような形で白系のパンツとかライトグレーだとかオフホワイトみたいなものでちゃんと上下で色の差をつけてあげるという形ですね。こうするとかなり見栄えとしては新鮮な感じにもなりますし、メリハリも効いてるのでカラーバランスとしてもすごくいいので、こういった着こなし、ぜひ皆さんもですね、マンネリを感じた時にトライをしていただきたいなと思います。僕は黒 T に白デニムという合わせが結構好きでよくやるんですが、まあ、これに対してですね、レザーのサンダルだとか、あとはですね、スイコックのサンダルだとか、このあたりを合わせてもらってもすごくバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、ちょっといつもと違った逆の色合いですね。黒 T に白パンみたいな形もすごくですね、意外性があって合わせもしやすかったりするので、トライをしていただきたいなと思います。
続いてラスト5点目の項目なんですが、これはですねやや難易度が高くはあるんですが、おしゃれが好きな方であればぜひトライしていただきたい項目です。 T シャツをタックインするというものですね。これまた最近ではだいぶですね浸透してきたかなと思いますし、男性よりも女性の方が圧倒的にですねタックインしている方は多いかなと思います。その流れですね、女性もそうだし、あとは10代20代のちょっと若い世代の方にとっても T シャツタックインというところは割とですねもう定番化してきてるので、それを大人世代がトライしてみるのも決して悪くはないかなと思います。例えばですねこちらの写真を見ていただきたいなと思うんですが、白のですね細かなボーダーの入った T シャツに対して、おそらくこれデニムスラックスみたいなものかなと思うんですね。こういったものをタックインのスタイルできてるんですが、通常の T シャツスタイルに比べるとやっぱりですねトレンド感が漂っておしゃれな雰囲気も伝わりやすいかなと思うんですね。 T シャツのシンプルなスタイルであってもちゃんと人との違いが出せるので、これはバランスのいいスタイリングかなと思います。割とこの方に関してはボトムスをですねグッと上まで上げるという形ではなくて、自然な形でタックインをしているというところが一つの特徴になってくるかなと思います。まあすごくおしゃれに見えますよね。続いて2枚目の写真を見ていただきたいかなと思うんですが、こちらの方は僕も着ていますがブラック系の T シャツを着ていますね。それに対してブラウン系のパンツを履いてタックインをしているという状態ですね。これまたおしゃれに見えますよね。まあブラウンのボトムス自体はですね単体で見るとちょっとこうやぼったくも見えがちなんですが、ブラックの T シャツでちゃんと色を引き締めてなおかつタックインすることでトレンド感出してあげているので、すごくバランスよく収まってるなという印象ですね。先ほどの方よりもですね割とこう腰位置高めにですね履いているので、さらに今っぽく見えるかなとは思うんですね。このような形でタックインするだけでもだいぶ印象は変わるんですね。無地の白 T もそうだし、ブラック T もそうだし、ボーダーみたいな T シャツに関してもタックインのスタイルはすごく合うので、まずはですね皆さんもお手持ちのもので一度試してみてください。まあこれが見慣れるまでにはちょっと時間がかかるんですね。僕自身もタックインのスタイルというのはやっぱり慣れるまでに時間かかったんですが、それでもめげずにですね何度もやって鏡の前でその姿に慣れてくるとですね、意外と大人世代でもタックインのスタイル悪くないなというふうに感じるかなと思います。もちろん誰にでも似合うわけではないんですね。30代の方とか40代の方で若々しく見える方だとか、まあある程度ファッションの土台がしっかりとしている方であれば、通常の T シャツスタイルよりはタックインスタイルの方がかなり旬な雰囲気も漂うかなと思いますし、新鮮な気分にもなれるかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。僕自身も身長があんまり高くないのでタックインってあんまり似合わないんだろうなというイメージがあって避けてた部分があったんですが、ここ数年はですね何度も何度もトライをして徐々に目を慣らしてきたので、割と今年の夏なんかはですねタックインのスタイルなんかも楽しんでるので、よかったら皆さんもですねトライしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では地味に見えがちな夏の T シャツスタイルをおしゃれに見せるための方法5選というテーマでお届けをさせていただきました。まあ僕の考えうるですね全ての方法を今回出したので、まあ、ぜひ皆さんもですねこの中でトライしやすいものもあればちょっとむずいなというものもあったかなと思うんですね。例えば腕時計を取り入れるだけであれば皆さんも簡単にトライができるかなと思いますし、一方でタックインのスタイルなんかはちょっとハードルの高さを感じるかもしれません。なのでぜひ皆さんですね外に行く前に自宅でですね鏡の前で今回ご紹介したテクニックをですね一個ずつトライをしてみるといいかなと思います。最初はどういったスタイルも新しくトライする際には見慣れないものなんですね。ですが見慣れないからといってやらないとどうしても自分のスタイルというものが凝り固まってしまうので、まあ、トライ&エラーの繰り返しですね。何回か試してみるとそれなりに目って慣れてくるものなんですね。なのでぜひ皆さんもですね今回ご紹介したものの中で一つずつですねトライしながら皆さんの着こなしの幅を広げて夏の T シャツスタイルも存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしたいなと思っています。ただ普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドですとか、あとはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりめに解説をしていますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を行っていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。